どうも、ドズルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで皆さん、ゴールデンウィーク始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私はね、いつもと変わらない。いつもと変わらない生活を送っているんですが、まあ連休ということでね、たくさん面白い動画とか生放送やっていけたらなと思っております。で、クラクラ、来月のね、ヒーロースキンが発表されまして、こちら。アーチャークイーンでしたね。まあ、アーチャークイーンっていうのは多分皆さん予想できたと思うんですけれども、めちゃめちゃかっこいい。個人的にはね、ドストライクで、まあ、バーバリアンキングがね、若干残念な感じだったんで、アーチャークイーン、かっこいいやつがいいなって思ってたんだけど、まあ、個人的にはめっちゃかっこよくてね、ね、いい感じなんじゃないかなと思います。ババキンと一緒で、なんか変な仮面つけてたらどうしようとか、心配してたけど、まあ、その心配はね、大丈夫でした。ということで、このアーチャースキン、来月の報酬ですよね。だから、また月が終わって、新しいシーズンチャレンジが、始まったらゴールドパスでね、最後の報酬として受け取れる、報酬になっているっぽいです。ということで、じゃあ本日は、今日ね、あれ、これイベントが来てるんですよね。本日のイベント。村で大暴れ。これ結構美味しくて、800% かな、通算 800%、村を破壊すると、この壁リングがね、ゲットできて、さらにエメラルドも40おまけでついてくるよっていう感じのやつが来ているので、ちょっとブーストしてやっていきたいと思います。もう実はね、ギリギリまで終わってて、もうむしろ昨日終わらせようと思ったんだけど寝落ちしちゃった。796まで終わってないんで 4% 稼ぐはもうクリアでございます。だからまったりいきます。まあ、資源ちょっと稼ぎつつ、今ちょうどね、大工さんが一人ニートしてるから、まあ、それをなんとかしたい。ここ全開狙っていきますか。もうちょい高み目指す。まあ、いっか、ここ行きますか。おそらく全開いけるんじゃなかろうか。まあ、援軍入ってたらちょっと際どいか。参ります。シングルインフェルノかな、アーチャークイーンやられなければいいけど。ポチンポチンポチンと。まず3体出してって。最後。なるべくディガーがシングルインフェルノをやっつけてくれると熱い。中から援軍何で出てくるかな。1個ヒール打って、ここもヒール打っておきましょうか。序盤でね、ディガーの数が減ることだけは避けたいから、これでも金やっちゃいます。頑張れ。さあ、ガンガンガン行かれて、あー、相手援軍出てきた。この援軍結構強いからな。さあ、中心部バルキリーですね。ちょっとここヒールも1個稼ごう。あー、やばい、こっちやばい。結構やられてる。いや、でもね、中心部破壊できて、これだけディガー残ってたら、おそらく全開まで伸びるんじゃないかなと思います。さあ、アーチャークイーンもピンピンしてるし、あとはグランドオーデンがうまく、あー、これやばい。巨大爆弾2つやられましたね。おそらくでも大丈夫そう。なんか今までの経験上、アーチャークイーンだけ、あ、やばい、ちょっと待って、アーチャークイーンにターゲット行ってたんで一旦リセットで、このディガー部隊がかなり体力まだ残ってるからな、いけそう。 OK、 タウンホール中に全開できるとやっぱ嬉しいですね。相手ヒーロー寝てたけど、まあ、それでもね、結構フルフルの防衛力あったと思うので、さあ、ナイス全開でございます。ありがとうございます。これで、一旦報酬の方がゲットできて、また新しいイベントが次始まりますよね。来ました。壁リング5個と、そしてエメラルド40個ですね。あ、次の編成ができてない。次の編成も作って、OK でございます。ポイズン使ったんで、ポイズンちゃんとセットしとこう。これポイズンね、ここに、こう、すごい細かい話するけど、ここに前ポイズン入れてたんですけど、こうやって。なくしたんですよ。なぜかっていうと、ポイズン使わない時もあるんで、ポイズンがめっちゃ3個とか溜まるっていう。クラクラあるあるだと思うんだけど、私だけかな。ポイズン使わなかった時に、ポイズンだけ溜まって、なんかヒール4個のポイズン3個とか、ね、溜まになっちゃうので、ちょっとテンプレから外しました。で、そうだ。壁リンクをゲットしたんで、ちょっと壁を塗っていきますね。壁、まずは、この、なんだったっけ。高くない方の壁。160万で塗れる壁を、あと106枚塗らないといけないから、えぐいよな、ぼったくりにも程がある。これをちょっと2個ね、壁リング使いながら、上げていきます。壁リングはでも別にあれだもんな、安くなったりしないもんな、あ、もう終わっちゃった。頑張って 800% あれしたのに。で、エリクサーで塗れる分はもう塗っちゃって大丈夫かな。一応ロックボマーがあと2日間ってなってるけど、まあいいや、塗っちゃいます。で、あとはゴールドか。ゴールドで次作れるもんなんかあるかな。アーチャータワーが、できれば今月中にね、工事着工しときたいんですよね。今 20% オフだから。これちょっともらうか。
これもらいつつ、アーチャータワーいけますね。アーチャータワーいけて、でさらに高みを目指すとしたら、800万か。まあでも、なるべく高いやつ目指した方がいいよね。だって安いうちに、高いやつやった方が割引が大きくなるから。これはちょっとエリクサー多め。あ、ちょっと、アーチャクイないな。アチャクイ先生、だいぶまだ寝てる？アチャクイ先生、あと1分か。まあちょっと検索しながら、いい村が見つかったら行って、いい村が見つからなかったらアーチャクイン。おわー、いい村！いい村だけど、この村はちょっとアチャクイなしでは厳しいかな。中途半端になりそうだから戻るかっていうか、一回違うとこ探します。今の報酬的には美味しいけどな。アチャクイ行ってたら、即行ってた。でもね、結構ね、やっぱアチャクイいるといないとで大きく違って、まあ、ババキももちろん違うんですけど、本当にアチャクイ大事ですね。中心部がどれだけ進むかによって、やっぱディガーの進み方が全然違うんで。あと、ディガーだけだと、援軍にバルーンとかが出てきた時に終わる。微妙。ちょっと一回戻ってアチャクイと合流しよう。そういえば、今、映画で、あれですよね、アベンジャーズが話題になっておりますが、アベンジャーズの今度、なんか、どれぐらいだったっけ？ 10 年間ぐらいアベンジャーズずっとシリーズが続いてきて、それの最後っていうか、まあその完結編みたいな感じで、映画で3時間あるのかな？だから普通の映画の2倍近く、2倍はないか。1.5 倍ぐらいあるね。ボリューミーな映画が今話題になってます。アベンジャーズでもね、僕ほとんど見てないんですよね、残念ながら。あれですよね、アメリカの、いわゆる日本でいうジャンプみたいなもんですよね。そのワンピースがいたり、ドラゴンボールがいたり、まあ、いろんなこうヒーロー、主人公たちがいる中で、アベンジャーズシリーズはそのヒーローたちが集結して戦うみたいな。だから日本で考えると、マジで胸熱なんですよね。だって、ワンピースのルフィと、ね、ナルトと、悟空と、みんなそんな感じですよね。黒崎一護とみたいな。みんなが集結して、悪に立ち向かうみたいな映画なわけじゃないですか。だからもうすげえ好きな人はやっぱり日本人でもね、好きな方たくさんいて、で今回がそれのまあエンドゲームということでね、かなりこうゴールデンウィーク賑わってますね。あー、これ行こう。さあ早速ゴールドうまうまの村が出ていく。結構いいな今日、なんかヒット率がいい感じ。イーグルホークから先に潰してい、いやー難しいな。イーグルホークからか、いやタウンホールからかな。むずい、こっちどっちか。イーグル方から行きます。こっちからかな。一回出して、ディガーさん頼むぜ。さあ、レッツゴー。これもヒールもふんだんに使っていきます。OK、壁いい感じに開いて、今んとこ問題なし。援軍出てきたらレイジー。オッケー、援軍はフォグとあれか、フォグとディガーか。今んとこ悪くないですよ。ここもやばい、ヒールがちょっとずれた。ヒールちょっとずれたな、もったいない。なんとか合流したか。金やって、危ね。今グランドオーデンやられるとこだった。トルネードトラップでやられておりますが、いやーでもやっぱ強い。ちょっと待ってよ、タウンホールが最後残っちゃうとここが突破できるかどうか。いやー前回まで厳しいかな。さっきというより村の強さそんなに変わらないっていうか、むしろ弱いぐらいなんだけど、結構いい感じにやられている。いやー巨爆に2連続アーチャクインが、いやーやられてしまった。やっぱむずいっすねこの村。結構ねどっちから攻めるかマジで迷ったもん。まあ、でも資源は、美味しくいただきました。こんな感じであれですね、イーグル砲と、タウンホールがね若干離れてる方が個人的には攻めにくいな、特にこのタウンホール12は。さあ、ということで。まあでも、38万、30万の2400ダックエリクサーゲットできたんで、まあ全然合格点ですね。よし、しかもスターボーナスもゲットできて。あ、これ、いいんじゃない？あともう一回行って、ちょっと多めにゲットできれば、このアーチャータワーの1ランク上の対空砲とか隠しテスラがいけますね。あ、でもどうだろう。次の報酬がめっちゃうまくないと無理か。ちょっとうまうま報酬を目指してもう一戦いきますか。アチャクイがな、寝てるからな。アチャクイちょっとポチるか、一旦。アチャクイポチリの、ちょ、ババキンまで待って、ババキン起きたら、アチャクイたちポチりたいと思います。
ゴールデンウィーク今年10連休ですもんね。で、しかもね、平成が終わって令和になって、なんかお祭り感強いですよね。いつもゴールデンウィークってまあお祭り感あると思うんですけれども、今年のゴールデンウィークはより一層なんか、お祭り感が強い。10連休かつ新元号というところで。私もね、元号またぐの初めてなんで、ちょっとなんかワクワクしてますね。私、平成元年生まれなんですよ。1年生まれだから、そういった意味で、今年私30でしょ。だからもうすぐね、もうすぐっていうかもういないのかな。昭和生まれの20代がもうこの世の中からいないはずこの世界から20代の昭和生まれは多分いないですよね。新元号なって、だから多分見てる方もほとんどの方はね、新元号初めてだと思うんですよね。まあ、ちっちゃい頃に、だから今35歳とかの人は5歳の時に言語が変わったんで、5歳の時に言語が変わっても正直ピンときてないですよねピンとこないですよね。そういう意味では多分見てくださってる方ほとんどの方は新言語に変わるのなんかウキウキなはず。なかなか変わんないですからね、言語って。でも日本だけですよね、その言語自体があるのって。あんまりこうね、わかんないですよね、平成とか言われても何平成って何みたいな。逆にだって知らないじゃないですか、アメリカのそういうのとか。うん、あんまり興味ないし。ゴールデンウィークも日本だけなんで、結構ね、今回スーパーセルゲームはゴールデンウィークイベントをねやってくれて、おーっと、これはすごくない？これいきましょう。しかもこれポンプに結構ありますね。蓄えてる感じじゃなくて放置村だ。今回援軍がいないんで、中心部突っ込みたいな、ヒーローたちガツッと。これでいきます。そう、ゴールデンウィークイベントで、クラクラはなんか無料宝箱とかがガッと来て、で、ブロースタもね、ゴールデンウィークに合わせて柴犬にいたって言って、日本向けに柴犬のスキンが出るんですよ。クラクラもなんかあるかなと思ったら、今んとこ何もない。まあでもすごいですよね。だって日本だけでしょ、ゴールデンウィークって。日本だけのために一つイベントを用意してくれる、どんだけ太っ腹って思ったんだけど。まだ結構ね、旧正月とかもやってますもんね。ここ金やって着衣頑張って。いや、ちょっと微妙か。中心部ゴリゴリ進んでおりますが、いや、右下のやつらにも一個ちょっとかけとくべきだったか。レイジかけます。レイジかけて、これでウォーやって、いやー頑張ってるけどちょっと微妙かな。アチャクイもやられそうだし、イーグル砲がなん最後まで残ったのが辛い。あ、でも資源はほとんどゲットできてるわ、やっぱポンプ型だから。むしろ外周回って正解だったまである。本来はね、ババキンとか中に入れたかったんだけど、なんか勝手に回っちゃった。資源もほとんど取れましたね。オッケー。実質全開だわ。むしろ全開取らない方がいいまである。とね、トロが上がっちゃって、最近トロ避けしてるんですよね、結構。トロが上がっちゃうと敵が出なくなるから。さあ、いいですね。ダークエリクサー7600は久しぶりに取れた気がする。美味しい。うまうま。さあ、これでババキンも、もうアップグレードが近いか。あ、ババキンアップグレードしたいな。今月中にちょっと着工しましょう。というのも、ダークエリクサーも2割引きなんで、今 20% ブーストがかかっているので、できればババキンも、17万2000ダークエリクサーの時に、着工したいということで、一旦、あ、今日目標額届いた。すごい。対空砲いきます？隠しテスラかな？対空砲かな？どっちでもいいけど、隠しテスラにしとこうか。隠しテスラを、じゃあちょっと、うわ、2週間近くかかる。やば、カンストに。隠しテスラを、カンストにしつつ、で、あと、残ったね、ダークエリクサーとエリクサーは、次の、大工さんが余った時に、ババキン用に取っておきたいなと思います。はい、ということで、じゃあ本日はね、クラクラの動画またお送りしていったわけなんですけれども、また来月新スキンをね、ゲットするためにいろいろな、チャレンジ、どうなんだろう、今月と一緒のパターンが来るのかな、また全然違ったパターンが来るのか、まあ、そこら辺もね、楽しみにしていきたいんですけれども、また新しいチャレンジが来ますので、そちらもね、コツコツやっていきつつ、資源狩りして、フルカンストを目指していきたいなと思います。今私のクラクラのモチベーション
ーションは、あの施設を上げてフルカンストにすることなんで、今年中になんかタモール13が出るかもみたいな噂があるので、13が出るまでにできれば全カンスト目指したい全カンストで、タモール13に乗り込みたいなと思いますので、皆さんも一緒にね、あのこの動画見ながら資源狩りとかしていただけると幸いでございます。基本ね、今クラクラは2日に1回か、まあ1日1回よりちょっと少ないぐらいで、お送りしているのでね、ぜひ他の、動画も見ていただけると幸いでございます。まあ基本的にはイベントやったり、あの資源狩りやったりしております。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。